700点取得するためのポイントを紹介します。ハイエブリワン、メディアビーコンの内山です。今日は現役英語教材編集者が解説するトイック700点取得のための学習法について解説していきたいと思います。トイック700点って、まあね、しっかり履歴書に、まあ、自信を持って書ける点数でもありますし、600点はまず本当の基礎だとすると、それプラスアルファがあっての700点っていうことになると思うので、かなりね、信頼してもらえるとか、まあ、いろいろ仕事のためとか学校のために700点取る必要があるって方も結構いらっしゃると思うんですね。よくね、730点が一つの壁だよと言うんですが、その730点、まあ、700点以上を取るための学習法について今日は解説していきたいと思います。700点以上取りたい、730点以上を絶対に取る必要があるという方は、必ず最後までこの動画を見てください。また今日の動画やトイック、英検、まあ、英文法なんかに関して質問があるという方はコメント欄毎日チェックしていますので、ぜひ質問書き込んでください。それではトイック700点取得のための学習法を解説していきます。レッツゲスタート。はい、ではですね、トイック700点の学習法について今日は語彙と文法、リスニング、リーディング、それぞれについて話していきたいと思います。トイック700点というのは本当に基礎が大事なんですね。なので語彙と文法をあえてリスニング、リーディングの外に出しています。600点もですね、やっぱり語彙と文法が大事なんですね。ただ600点台まで取れた方っていうのは、まあ本当に基本的な文法の知識あるけど、自分が弱いところを落としてしまって、まあ、600点台。700点台の方は少しね、応用になってたり、ちょっと文構造が複雑になっていたとしても、そのね、基礎的な英文っていうのを読み取れるようになって、700点が取れるんですね。はい、まずはですね、語彙です。語彙は本当に、まあ、基礎単語は本当に当たり前のように覚えちゃってください。いろんな単語帳がありますが、例えば、キーフレシリーズだったら、銀フレに出てる単語っていうのは本当に当たり前のように覚えてくださいね。それプラスアルファで、まあ、トイックの品質の単語っていうのもたくさん覚えていきます。トイック品質の単語、例えば、スタックタップとかですね。パート1の、まあ、積み重なっているとかっていう表現をですね、もうトイックに出る表現っていうのをたくさん覚えておきましょう。さらに、まあ、何単語もですね、少しずつ覚えていく必要があります。もう700点取るために何単語完璧に覚えていかなきゃいけないかっていうと、そうではないんですが、まあ、700点ぐらいで、まあ、基礎も品質も覚えて、さらに難しい単語もトライしていくっていう形までできていると、まあ、トイックの対策しっかりできていると思います。あとはですね、700点ぐらい目指す方にぜひやってほしいことが、知っている単語から知らない単語の意味を推測する練習もしてほしいんですね。あ、例えば、satisfied、満足するという単語を知ってたとします。トイックに this satisfied という単語が出てきました。で、satisfied に this がついてるから、逆の意味で満足していないんだなっていう、この単語はもしかしたら簡単かもしれないんですが、そのようにですね、まあ、知っている単語の意味から、それに接尾辞、接頭辞がついてるから、こういう意味かなとか、他に似たような単語があるから、こういう意味なのかなっていうふうに推測する訓練もしてほしいんですね。で、もちろん推測した後にしっかり意味を確認して覚えてはほしいんですが、そういうね、ちょっと推測の力も身につけていけるとよりグッドかなと思います。はい。では続いては文法ですね。はい。文法なんですが、もう本当に基礎英文法の知識が必須です。はい。まだまだ700点台目指している方、まあ、600点後半の方でも、曖昧な文法っていうのがあるはずなので、しっかり自分がどこを理解しているのか、どこを理解できていないのかっていうのを確認しましょう。特に、まあ、初めて受験して、あ、まあ600点は取れたと。で、その後に700点目指すと。600点を取るためにそこまで勉強してこなかった方っていうのは、基礎英文法抜けがちなので、そこはね、しっかりやってください。逆に、まあ600点を取るために、もう一通りね、基礎英文法を復習して、今600点台で。で、700点ってなる方は、まあ、基礎英文法、ある程度は入ってるかもしれないですが、もう一回ね、改めて基礎英文法の、まあ、自分の理解度っていうのを確認しておきましょう。これをね、ちゃんとやるか、それともちょっとスキップしてしまうかで、変わってきます。はい、あとはですね、トイックパート5のパターンを理解してほしいんですね。トイックパート5、空欄の前後だけを見て答えるような問題ありますね。この動画でですね、この並べだったら、副詞しか入らないよ、名詞しか入らないよっていうパターンを紹介しているので、そのね、詳しいパターンっていうのは、他の動画、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらをチェックしてほしいんですが、まあね、そういうパターンを理解してほしいんですね。
で、そのパターンを、まあ、自分に身につけるためには、まあ、トイックの、まあ、パート5、文法問題は、まあ、その30問を繰り返しといて、で、まあ、十分やったと。もうね、内容をもう、すべて把握しているってなったら、次の30問っていう風にやって、実際にトイック受けるっていう風にできるとですね、ある程度、まあ、トイックのパターンっていうのを把握できるようになります。注意してほしいのが、いろんなね、30セットに手を出すことですね。そうすると、まあ、その、毎回毎回新しい問題になってしまうので、まあ、パターンっていうのを予測するのが、比較的難しくなってくるんですね。同じ問題を繰り返しやれば、まあ、大体こういう問題が出るんだなって分かるようになりますので、やっぱりね、同じ問題を繰り返しといた方が、これはいいです。で、これって、ちゃんと最後までやらないと分かんないんですよね、この効果。意味がないんじゃないかって思ってる方も、本当に一回ね、絶対繰り返してやってみてください。すぐには効果分からないかもしれないんですが、で、何回も何回もやるごとに効果が感じられるようになります。はい、では続いてはリスニングですね。リスニング、まず700点を目指すためにやってほしいことは、パート2、応答問題。まあ、発言とか質問に対して、応答3つあって、その3つの応答の選択肢から、一番ふさわしい応答を選ぶというパート2の形式の、ひねった応答のパターンのストックを増やしてほしいんですね。例えば、where っていう質問に対して、I don't know? みたいな。わかりません。これって、where で場所を聞いてるけど、知りませんで、まあ、応答としては成立してますよね。まあ、実は、I don't know っていうのは大体の質問に対しての答えになるので、まあ、わかんなかったら I don't know を選ぶみたいな tips があるんですが、まあ、そのパート2のひねった応答のパターンをストックしていってください。はい。でね、ちなみにこのひねった応答の種類っていうのも他の動画で解説していますので、こちらぜひチェックしてみてください。はい。続いては、パート3方の先読みの方法を確立してほしいんですね。パート3っていうのは、まあ、会話を聞いて3つの設問に答える問題。パート4っていうのは、1人の、まあ、スピーチとかトークに対して3つの問題を答えるリスニングパートの問題です。で、こちら3つの設問なんですが、先にですね、リスニングの音声が流れる前に、設問を3つ、まあ、ちょっと先に読むっていうことを先読みっていうんですね。その先読みのね、方法を、ちょっともうある程度自分のやりやすい方法っていうのを確立してみてください。例えばね、先に設問だけ読んで選択肢は読まない。前の問題を何分以内に解いて先読みどれくらい使うみたいな自分にやりやすい方法っていうのを確立していきましょう。で、先読みのポイントっていうのも別途動画で解説しています。そちらを確認してみてください。でね、700点以上取っていくためには大事なトレーニングっていうのがオーバーラッピングとシャドーイングです。オーバーラッピングは音声を聞いてスクリプトを読みながら一緒に音読すること。シャドーイングは音声を聞いてスクリプトは読まずに音読すること。まあ、これもね、別途やり方、他の動画で解説しているので見てほしいんですが、このね、2つのトレーニングっていうのが一番伸びてくる、一番効果を発揮できるっていうのが700点台から800点ぐらいの方なんですね。なので、これも騙されたと思って、できるだけもう毎日やってください。オーバーラッピング、シャドーイングの一番の効果はですね、この自分の知ってる単語と、それが文の中でどのように生まれるのかとか、単語の組み合わせでどういう風な発音になるのかっていうのをしっかり認識できるようになるんですね。で、やっぱりまあ一番大事なことはですね、もう毎日聞くことです。これは本当に毎日聞くのと聞かないので全然違います。ちょっとね、時間がない時だったらもう何回も聞いたことがある英語、5分でも10分でもいいので聞くようにしてください。で、最後にリーディングですね。はい。まあ、リーディング問題なんですが、まずはね、文法、パート5をしっかりパターンを理解することに一番優先してほしいんですが、それプラスアルファ、ちょっとね、時間に余裕があるとかっていう場合であれば、パート6、長文の穴埋めの問題や、パート7、長文読解の問題のトレーニングもしてほしいんですが、はい。まずはですね、パート7、レダーとか、アーリコーとか、いろいろあると思うんですけど、ちょっと読みやすい文章とか、読みにくい文章っていうのがあると思うので、ちょっとね、読みにくい苦手なタイプの文章をちょっと練習するようにしてみてください。まあ、600点が最終ゴールの場合であれば、苦手な文章っていうのはちょっと飛ばしてもいいんですが、さらにその上を狙うっていうことであれば、ちょっとね、苦手な文をどう読むかっていう訓練をしていきましょう。はい。あとは文構図を読み解く訓練ですね。はい。こちらも精読についての動画で詳しく解説しているんですが、これが主語、これが動詞、ね、SVOC、目的語、保護みたいのを全部ね、英文の中で探していってください。これすっごく時間かかるんですけど、それをたくさん、いろんな文でやればやるほど、どんどんね、スムーズに英語の語順で
さっと読めるようになってくるので、まあね、文法と読み解く訓練やってみてください。はい。あとは、同じ文章を繰り返し読みましょう。はい。新しい文章を次々に読んでいったら、まあ、パターンとかね、英語の、まあ、文章の特徴っていうのは捉えられません。なので、同じ文章を繰り返し読む。まあ、できれば、まあ、最低20回ぐらいは読んでほしい。まあ、20回きついとかだったら10回とかでもいいんですけど、最低それくらい読んでほしいですね。で、リーディングもやっぱりね、毎日読むっていうことが大事になってきます。以上、トイック700点以上取得するための学習法についてでした。それでは本日のまとめです。本日のまとめの前に一つだけお知らせがございます。メディアビーコンではトイックのスカップをしたいという方に向けてビーコンイングリッシュコーチングを提供しております。ビーコンイングリッシュコーチングでは公式 LINE にてトイックのスコアアップの方法や目標設定の方法などをまとめた特典を配布中です。ぜひお友達登録お願いいたします。それでは最後のまとめです。今日はトイック700点取得の学習法について解説していきました。はい、まあトイック700点の一番大事なことはやっぱりまだまだ基礎なんですね。はい、なので、まあ、語彙と文法を特に注意してやってほしいんですが、まずは語彙ですね。はい、語彙。まずは本当に基本的な単語っていうのは、しっかり押さえて。と、トイック品質の単語っていうのは、もう必ず押さえて。それプラス、ちょっとね、難しい単語にも手を出していきましょう。あとは、ちょっと知らない単語でも、他の自分の知ってる単語から意味を推測するっていうこともね、できるようになってくるといいかなと思います。で、文法ですね。文法も、もうね、ちょっと700点、まあ、600点台まであるっていう方は、ある程度文法知識しっかりしてあると思うんですが、ちょっと抜けてる部分っていうのが必ずあるので、もう一度総復習するとか。あとは、まあ、トイックパート5、文法語彙問題に出てくるようなね、パターンを意識して、まあ、繰り返し同じ問題を解くことで、トイックのパート5のパターンを自分の中で消化していって、で、取り組んでいけると文法問題取れるようになります。パート5スムーズに解いていければ、その分ですね、後ろのパート、パート6、7に時間を割けるということになりますので、パート5のね、対策がすごく大事になってきます。はい、で、リスニングパートのポイントは、まあ、パート2のちょっとね、ひねった音っていうのを認識していきましょう。あとは、まあ、パート3、4の設問を先に読む、先読みの自分のやり方、スタイルを確立していってください。はい。で、リーディングをね、自分が苦手な文書タイプ、記事が苦手とか、お手紙が苦手とかあると思うので、それを攻略していってほしいっていうことと、あとは文コードですね、SVO とかを読み解いてください。さらに、同じ文章をね、繰り返し読むっていうことも大事ですね。それも本当に騙されたと思って、同じ文章を何回も読んでみてください。本日の動画は以上になります。ビーコンイングリッシュコーチングでは公式 LINE にいてトイックに暮らす情報を求めた特典を配布中です。ぜひお友達登録お願いいたします。またビーコンイングリッシュチャンネルではトイックや英文法、英検などの英語学習に暮らす情報を発信しております。今後も英語学習に暮らす動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。また高評価コメントいただきますと励みになりますので、よろしくお願いいたします。トイックや英検、英語に関しての質問はコメント欄にて募集中です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。 Thank you for watching and I will see you next time. Bye bye.